私の名前はさくら。企業勤めの28歳。営業の仕事は大変だが、大学卒業後に目標としていた会社に入社した私は、やりがいを持って仕事をしている。もともと仕事ができるタイプではなかった私は、部長に指導されていくうちに、要領よく仕事をこなせるように。そして、今では部署のリーダーを務め、28歳にして部下を持つまでに成長。私にとってそれはとても嬉しいことだったが、一つだけ悩みがある。それは非常識な部下の存在だ。私より4歳年下の24歳の部下であるみゆきは、一見天然で可愛らしい印象の女性社員だ。私自身も最初の頃はみゆきのことを天然だとばかり思っていた。しかし、最近本性を知るきっかけがあった。ある日の仕事帰りに会社の近くのバーに立ち寄った時のこと。一人でカウンターに座って静かにお酒を飲んでいると、端っこのカウンター席から聞き覚えのある声が。そこにいたのはみゆきだった。みゆきの隣には妻子持ちの私の同僚の矢口がいて、仲良さそうに会話を楽しんでいる。盗み聞きするつもりはなかったのだが、声をかけるタイミングを失い、会話が聞こえてきた。みゆきは終始女性社員の愚痴を言い、同僚が励ましの言葉をかける。聞いてくださいよ。この前、また先輩に喋り方が幼いって注意されて。みんな私が若いからってストレスの吐け口にしてくるんです。優しいのは男性社員だけ。きっと、みんなみゆきちゃんが可愛いから、ひがんでるんだよ。そうですか？この前なんて、さくらさんに、ネイルが派手だって注意されて、こんなに綺麗な爪を注意するなんて、センスないと思いません？はは、だってあいつ、もうすぐみそじだろ？おばさんにはわからないんだよ。おばさんなんてひどい。ま、本当のことだけど。確かに私はみゆきのネイルを注意したが、派手なネイルは会社で禁止されている。私だっていちいちそんなことで注意したくないが、あまりにも派手だったので仕方なく注意したのに、侮辱される筋合いはない。さすがに我慢できなくなった私は二人の後ろに立ち声をかける。おばさんって何よ。私の声を聞いて振り返った二人は驚いた様子で気まずそうな顔をする。矢口はごまかそうと必死だった。おばあさんなんて言ってないよ。君の勘違いだよ。てか、いつからいた？だいぶ前からいたけど、聞くつもりはなかったけど、会話全部聞こえてきて気まずかったわ。黙り込む矢口の横で、みゆきがめんどくさそうにため息をついた。はぁ、いるなら声かけてくださいよ。盗み聞きするなんて趣味悪いですよ。盗み聞きするつもりはなかったけど、あんな大声で話してたら、そりゃ聞こえるわよ。ネイルのことだけど、あれは明らかに違反だった。人の注意は素直に受け入れた方がいい。誰もあなたを僻んで言っているわけじゃないの。その辺、勘違いしないでくれる？きっぱりそう言うと、みゆきはしばらく無言で私を睨んでいた。その日はモヤモヤは残ったものの、言いたいことを言って少しすっきりして帰宅。みゆきに言われたことは腹が立ったが、次の日からは引きずらず普通に接することに。しかし、そう思っていたのは私だけだったようだ。次の日からみゆきの私に対する態度は一変。周りに人がいるときは相変わらずぶりっこするのだが、二人きりになると本性を表すように。ある日、いつものように仕事を終え、定時で帰ろうとしていると、みゆきに声をかけられた。さくらさん、どうせ暇ですよね。この仕事、やっといてください。そう言ってみゆきは会議の資料作りを私に押し付けようとする。これはあなたが部長に頼まれた仕事でしょ？
引き受けたなら自分で最後までやりなさいよ。はあ？うざ！独身のおばさんなんてどうせ暇でしょ？私はあんたと違って忙しいの。暇な人が残業すればいいじゃない。そんな理不尽な言い分が通用すると思う？いいから自分の仕事は責任持ってやってよ。そんなこと言っていいのかな？はあ？矢口さんから聞いちゃった。さくらさんって母子家庭育ちなんでしょ？しかも実家は超貧乏で、未だに奨学金払ってるんだって？お母さんお水やってるらしいじゃん。母親がお水とか無理。どうしてそれを？矢口さんがたまたま行ったスナックのママが、さくらさんのお母さんだったらしいよ。めっちゃウケる。母を侮辱されて頭にきたが、みゆきの言っていることはすべて事実だった。私の母は17歳の頃、未婚で私を出産し、たった一人で私を育ててくれた。学歴もなく、正社員で雇ってくれる会社は見つからず、昼は工場で働き、夜はスナックでバイトをする日々。休む暇もなく働き詰めだった母は、おそらく相当大変だったに違いない。それでも母は一度も泣き言を言ったことはなかった。どんな時も明るくて笑顔が絶えない母に育てられた私は、寂しさを感じたことなどない。苦労して私を育ててくれた母に、いつか親孝行するために私は一生懸命勉強した。そして偏差値の高い高校に入学した私は、先生に大学への進学を勧められた。大学は学費がかかるので進学せず就職しようと思ったが、奨学金の存在を知り受験することを決意。そして見事大学に合格した私は、卒業と同時に今の会社に入社。出世してからは収入も安定し、奨学金を払いながら実家で暮らし、家にまとまったお金を入れるように。子育てが終わると、母は工場の仕事を辞めて、スナックのバイトだけで生活するように。明るくてサバサバした性格の母に、スナックの仕事は向いているようで、毎日楽しそうに出勤している。そんな母を恥ずかしいなどと思ったことは一度もないし、母は今でも私の誇りだ。だから、みゆきにいくら侮辱されても、気にする必要がないことぐらいわかっている。しかし、母をバカにされて怒りを感じないわけはなかった。それまではただの天然だと思っていたみゆきが、悪魔のように見えるようになったのはこの日からだ。家に帰ってから母にそのことを話すと、声を上げて笑った。あんた、そんな若い子に言われたことを気にするなんて、それでもおばさんなの？おばさんじゃないよ。28歳はまだまだ若い部類に入るんだよ。いい歳して若い子に母親バカにされたぐらいでイライラしないの。今までだって嫌な思いしたことあったでしょう。その度に笑い飛ばしてきたじゃない。確かに母の言う通り、子供の頃から母の仕事のことで嫌な思いをしたことはあった。その度に母は笑って私を元気づけてくれた。一番嫌な思いをしたのはきっと母だったに違いない。それでも笑い飛ばせる強さを持った母は、いつの時代も私のヒーローだった。母に元気づけられた私は、もうみゆきに何を言われても気にしないことに決めた。次の日、会社へ行くと部長に呼び出された。みゆきが押し付けてきた資料作りは断って帰ったのだが、なんとみゆきは仕事を放棄していた。しかも体調不良で今日は会社を欠席しているという。みゆきは資料は私にお願いしたと電話で言っていたそうで、部長はもう完成していると思い込んでいた。資料が完成していないことを知ると、部長は困った様子で口を開く。明日の会議で使う資料だから今日中に何とかしないと困るんだよ。そうですよね、私がやります。
俺も手伝うから頼むぞ。わかりました。結局その日は部長と二人で残業してなんとか資料を完成させた。会社を出た時すでに23時を過ぎていた。それから外で急いで食事をとって帰宅して、寝たのは深夜2時を過ぎた頃。次の日も仕事なのに寝る時間が遅くなり、私の中でみゆきに対する怒りが膨れ上がる。この日はやり場のない怒りを抱いたまま眠りについた。次の日、会社行くとみゆきが部長に頭を下げて謝罪していた。目に涙を浮かべて何度も謝罪するみゆき。昨日は本当にすいませんでした。貧血で自宅で倒れて病院に搬送されて、仕事を休むのだけは無理だと医師に言ったら、今無理したら後々どうなるかわからないと。そう言うとみゆきは泣き始める。資料を中途半端にして休んだこと本当後悔してます。そうだな、せめて途中まででも作ってくれていたら。部長が言いかけると近くにいた矢口が話に割って入る。まあまあ、体調が悪かったんだから仕方ないですよね部長。あまり気にせず業務に集中するんだ。いつまで引きずっててもいいことないから。ありがとうございます。みゆきは部長の席から自分の席へ戻る途中、わざと大きい声で私に謝罪してきた。さくらさん、本当にごめんなさい。昨日残業させてしまったみたいで。これからはもっと前もって資料作りしないと。ほとんど手つかずでびっくりしたわよ。私が注意すると、それを聞いた矢口がずかずかと近づいてきてみゆきをかばう。体調が悪くて休んでた部下に、そんなきついこと言わなくていいだろう。お前ってほんと思いやりがないよな。だからおつぼねって言われるんだぞ。おつぼねで悪かったわね。もっと部下を大事にしろよ。みゆきちゃん、お前のせいで体調崩したんじゃない。あまりストレス与えるなよ。勝手に私のせいにしないでよ。思わず大声を出すと部長が見かねて止めに入る。もうやめて仕事を始めなさい。私は部長に謝罪して席に着く。ストレスでおかしくなりそうなのはこっちなのに、一体なぜ私が責められなければならないのか。そう思うと怒りを通り越し悲しい気持ちになった。結局会議は無事に終わり、部長が昨日の資料作りのお礼に居酒屋に誘ってくれた。お酒を飲みながら話していると、ついついみゆきの愚痴をこぼしてしまった。部長はそれをただずっと聞いてくれて、私のストレスの吐け口になってくれた。部長のおかげでいくらかすっきりした私は、その日は帰ってすぐに眠りについた。数日後、仕事が終わって帰ろうとしていると、みゆきが私のもとへやってきた。そして周りに聞こえないように話しかける。さくらさん、この資料作っておいてください。また部長を困らせないようにしてくださいね。はあ？私今日合コンなんです。だから暇人のさくらさんが残業してください。前にも言ったけど、自分の仕事は自分で最後までやりなさいよ。うざ、貧乏人がやっとけ。その言葉を聞いた瞬間、それまでの我慢が限界を迎えた。私は冷静な口調で答える。わかったわ、やっておく。本当？じゃあこれもこれもお願いします。全部やっとくから合コン楽しんで。マジ？やったー。じゃあ私のパソコン勝手に開いていいですから、途中までの仕事全部やっといてください。了解。私はそうは言ったものの、みゆきの仕事を代わりにやる気は一切なかった。
みゆきが帰った後、彼女のパソコンを開くと、中には中途半端にした仕事が溜まっていた。呆れながらそれを見ていると、社内のパソコンからメールが届く。開いてみると、なんと相手は矢口。メールには画像が何枚も添付されている。画像は目のやり場に困るような二人の裸のベッド写真だった。日付を見ると、なんとみゆきが会社を欠席した日になっている。体調不良だと嘘をついて不貞行為に及んでいたなんて許せるはずがなかった。この瞬間、私はみゆきに徹底的に仕返しすることを決意した。次の日から二日間は土日で休みだったので、仕事のことは忘れてゆっくり過ごすことに。そして迎えた月曜日、この日使う資料はもちろん作ってなどいない。出社するなり、みゆきが私に話しかけてくる。さくらさん、私の仕事全部やってくれました？もちろん。ラッキー！早速部長に見せなきゃ。ちょうどそのタイミングで部長が来て、みゆきに資料を見せるように促す。すると、みゆきがドヤ顔でパソコンを開く。パソコンが起動した瞬間、みゆきは顔面蒼白に。それもそのはず、パソコンの待ち受けをみゆきと矢口のベッド写真に変更したのだから。部長はそれを見た瞬間言葉を失う。みゆきは慌てて資料のファイルを開き、必死でごまかそうとしている。しかし資料が完成していないことに気づくと、さらに動揺した様子。それを見て部長が不信感をあらわに。どういうことだ？資料は完成したんじゃないのか？あれ、おかしいな。完成したはずなのに、さくらさん、どういうことですか？みゆきの質問に私は冷静に答える。どういうことって？私、何も知らないけど。私がそう言うと、みゆきは顔を真っ赤にして激怒。はあ？やっとくって言ったじゃん！なんで私があなたの仕事をやらなきゃいけないの？自分の仕事は自分でやりなさいよ。はめたわね！それより、さっきの待ち受け何？ちゃんと見せて。何のこと？とぼけないでよ。パソコンを操作して待ち受け画面に戻すと、みゆきと矢口のベッド写真が。これいつの写真？矢口って妻子いるよね？やめてよ！見ないで！みゆきがパソコンを閉じようとすると、部長が低い声で怒りをあらわに。社内での不貞行為か。部長、違います。誤解です。実は矢口さんに無理やり。そうか。それなら本人にも聞いてみないとな。ちょうどそこに矢口が出勤してきたので、部長がちょっと来いと言う。何も知らない矢口がのこのこやってくると、パソコンの画面を見せる。これはなんだ？お前、女性社員を無理やりホテルに連れ込んだのか？無理やり？みゆきくんがそう言ってるぞ。嘘だろ？無理やりなんかじゃありません。むしろ誘ってきたのはみゆきちゃんの方です。矢口が不貞行為を認める発言をすると、部長が呆れたようにため息をつく。そして二人を社長室に連行すると、しばらく戻ってこなかった。会議の資料はもちろん間に合わず、みゆきは不貞行為と合わせてかなり叱られた模様。みゆきと矢口が勤務時間中に仕事を休んでホテルに行っていたことがバレると社長は激怒。コンプライアンス違反ということで、二人は処分されることに。みゆきに至っては、仕事を私に押し付けようとしたこともバレて、減給プラス部署を移動することが決まった。移動先の部署には50歳の女性社員しかおらず、後輩いびりがすごいことで有名なんだとか。そのせいで部署に配属された人はみんな辞めてしまい、
今は女性一人しかいないという。そんな部署に配属されたみゆきは一日で音を上げたらしい。しかし不貞行為が矢口の奥さんにバレて慰謝料を請求されたようで、仕事を辞めることはできなくなった。その結果、怖い50歳の社員に毎日いびられながら精神科に通いつつ、なんとか出社しているとのこと。一度社内でみゆきを見かけたが、以前より痩せ細っていて、年齢より10歳ほど老け込んでいた。おそらく相当苦労しているに違いない。ちなみに矢口は左遷処分となり、地方で単身赴任することに。その間に奥さんから離婚届が郵送されてきて、離婚して今は養育費の支払いに追われているらしい。私はというと、みゆきがいなくなってから代わりに入社した社員と意気投合。真面目で仕事ができるタイプの彼女と協力して仲良く仕事をするように。家族を侮辱されたり仕事を押し付けられたりと散々な経験をした私に、ようやく平和が訪れた。部長もそんな私を見てほっとしている様子。これからは今の環境を大事にしつつ、自分の仕事をしっかりこなしていきたい。そして近い将来出世できることを目標に、向上心を持って仕事に励みたいと思う私だった。